有機放素化合物の反応は、放素原子に結合している、嗅覚性の高い観音元が、旧電子的な炭素を攻撃することで起こる。α、β 不法は放酸塩や αI に脱力を持った放酸塩は、分子内1、2シフトによって、有機元が放素から、旧電子性の高い αI 炭素に移動しやすい。有機ボラン化合物を酸化やプロトノリスすることで、 アルコールやカルボニル化合物、アルケン、ハロゲン化け物などが合成できる。有機ボランや有機放素イオンは炭素放素結合を持ち、その結合は炭素に分局している。従って炭素は放素に、嗅覚的に結合しており、放素イオンでは、有機元のうちの一つが分子内で、旧電子的な炭素に結合する。この反応は、分子内で起こることが多く、 その場合、嗅覚性の高い有機元が1、2移して放素に結合した、吸電子性の高い炭素に結合する。生じたボランは酸化、または、加水分解され、目的物へと変化する。下の図に、反応の例を示した。アルケン及びアルキンのヒドロ放素化は、ボランの合成に有用な反応である。しかしボランないしその透過体を使った場合、 酸化及び加水分解しても元のオレフィンの33%しか変換されず多くが放送を含む複製生物となる。両論量の QBBN をヒドロ放送化試薬として用いることでこの問題を解決できる。ボラン類は単独では嗅覚性が低いためアルキル元を急電子中心に移動させることができない。しかし、 嗅覚剤による攻撃を受けて生成したホウ酸塩は嗅覚性が高い。嗅覚剤のアルフ α に不法和な関能元や脱力が結合していた場合、アルキル元の一つが酵素に結合し、アルキル元の不殿下を安定化する能力が高ければ、旧電子性の高いアルファ炭素への転移が起こる。アルキル元の不殿下安定可能は以下のような順になっている。 アルキニルアリールアルケニル1級、アルキル2級、アルキル3級アルキル。転移反応の際は、転移元となる炭素では、元の立体化学が保持されるが、転移先の炭素では、立体化学が反転する。ビスボラン及び q BBN は、ヒドロウ素化におけるダミー感の大きとして用いられる。ヒドロウ素化したオレフィンから得られるアルキル元のみが、嗅覚剤として活性を持つ。 アルファハロエノラーとは有機雇素化合物が関わる反応において幅広く用いられる嗅覚剤である。雇素に嗅覚攻撃して生成するケトボロン酸塩は転移して中性のエノールボランになる。これを加水分解することでカルボニル元を持った化合物が得られる。反応中間体のエノールボランは旧電子剤でクエンチされる。アルキニルボランは アルキンへの攻撃とテニーが同時に起こるため、ケトンオレフィンいずれにも変換できる有用な中間体である。生成するアルケニルボランでは、旧電子剤と天域がトランスの位置に結合する。この中間体の加水分解によりオレフィンが生成し、ケトエノール互い変異性により酸化されるとケトンになる。有機放素化合物を用いた有機合成反応における、 機質的用範囲は非常に広い。有機放送化合物の反応では、アルコールやカルボニル化合物、ハロゲン化物、化酸化物、アミンなど様々な化合物を合成することができる。ここでは、アルコール、カルボニル化合物、ハロゲン化物の合成について述べる。有機放送化合物を用いたアルコールの合成は、 カルボニル元への嗅覚元の転移や有機ボランの酸化によってなされる。有機ボランと一酸化炭素、水素化物を反応させると一級アルコールが得られる。二つの異なる置換器を持つ三級アルコールは、酸の存在か、アルキニルホウ酸塩に二回転移反応をさせることで合成できる。一等量の酸を反応させ、続いて酸化、または加水分解を行うことで、それぞれケトン、 オレフィンが得られる。ウ酸塩のアシル化はカルボン酸ハロゲン化物の存在下で進行する。ここではウ酸塩はトリボランとフェニルリチウムから構成される。3つのシクロペンチル元がダミーの肝能元となり転移反応が阻害される。トリアルキルボランをアルファハロエノラートと反応させると肝能元を導入したケトンが生成する。転移が 立体特異的に進行するため、この反応は、エナンチを特異的なアルファーアルキルもしくはアルファーアリエルケトンの合成に用いることができる。アルファーハロエステルエノラートモボランに付加し、アルファアイが感能を効かされた生成物を与える。しかし、収率が若干落ちる。この反応においては、ジアゾエステルやジアゾケトンも外部塩基の必要ない基質として用いられることがある。 アルファー、アルファージハロイノラートは、ボランと反応し、アルファー、ハロカルボニル化合物を与える。これはさらに、アルファーイに、感動元を導入できる化合物である。ハロゲン化け物は、有機ボランを水酸化物、またはアルコキシドで活性化してから、X2 と反応させることで合成できる。過剰の塩基を用いることで3つのアルキル元のうち2つが、ハロゲン化できるが、 ジシアミルボランでヒドロ放素化すると、ヒドロ放素化したオレフィンのみを、選択的にハロゲン化できる、アズザ・ハイドローボレイティング・リージェント・パーミッツ、ザ・セレクティブ・ハリジェネーション・オブ・オンリー・ザ・ハイドローボレイテッド、オレフェン、アルケニルボランを、周素や要素と反応させると、有機元の一つが、放素に結合する転移反応が起きる。アルケニル元は、選択的に転移し、 作酸ナトリウムと過酸化水素で処理することで、塩因が得られる。多くの有機ボランは空気に不安定で、揮発性有機ボランは空気中では陰化性がある。したがって、これらの主役は、不活性ガスの雰囲気化で反応させなければならない。有機ボランは水を加えただけでは反応停止しないため、過酸化水素によって酸化することでクエンチするのが良い。水素化放素は、 加酸化水素を使う前に水か水溶性の酸でクエンチできる。有機ボランは一般的にはアルケンやアルキンのヒドロ放素化で得られる。反応の進行には放素源の選択が重要である。q b b n は様々な反応において反応に関与しないガミーな反応元として働く。また q b b n をヒドロ放素化主薬として用いることでオレフィンを完全に ヒドロ放送化することができる。THF が有機放送化合物の反応の溶媒となることが多いが、クロロボランは THF と安定な削体を作る。この場合ジエチルエーテルなど極性の低い溶媒が用いられる。よく乾燥させた 50ml ナスフラスコにマグネチックスターラーの核拌子を入れ、セプタムで蓋をして内部を窒素置換する。フラスコを引く。 摂氏25度に冷却し、1.89g の P、クロロフェニルジクロロボランを 10ml のテトラヒドロフランに溶かす。この溶液を1滴ずつ、1.25g のジアゾサクサエチルを 10ml のテトラヒドロフランに溶かした溶液に入れる。これは、窒素の発生を穏やかにするためである。この温度で、水 5ml とメタノール 5ml を加える。 最後に冷却バスを取り除き、飽和炭酸ナトリウム水溶液7 5ミリリットルで、反応停止してから5 0ミリリットルのエーテルで3回、抽出する。無水マグソ4で乾燥させ、濃縮すると、PE、クロロフェニル酢酸エチルを、終量 1.80g で得る。この化合物の沸点は106セッシー107度。 有点は31摂取32度、1HNMR のデルタは1.34,3.59,4.12,7.21,7.29である。ありがとうございます。